皆さんこんにちは。グッドウェザースタジオのハリー山品です。今日はですね、ちょっと急なんですけども、11月11日にですね、私と一緒に六甲山の瀬尾姫の岩倉に行ってみようという、お知らせでございます。十津川の体会議があるので、その、ついでといってはなんですけども、関西の方で、行ってみたいなと思うところをずっと回ってこようと思ってます。その中でですね、六甲山にある、瀬尾姫の岩倉というのはどうしても行ってみたいなと思っていました。それで私のホームページで瀬尾姫の、イラストを描いてくれていらっしゃいますルリさんという方も多分一緒に来てくれると思います。なんで六甲山に瀬尾姫かというとですね、ホツマツタヤとか、それから竹内文書の中に、天盛る日に向かつ姫っていうお姫様が出てくるんですけども、これがいわゆる男神である天照神のお妃様にあたります。で、このお妃様ってことなんで瀬尾姫ということで、その天盛る日に向かつ姫っていうのが瀬尾姫ってことになるんですけれども、この向かつ姫っていうのが六甲山の六甲が向かつと昔呼んだらしいんです。だから六甲山はまさに瀬尾姫の山というふうにあります。そこに、なんていうのかな、ちょっとこう秘められた場所に岩倉があって、割と最近発見されました。そこに今はセルチ姫が祀られているんですけれども、そこにですね、ぜひ行って参拝してみたいと思っております。興味のある方ですね、それからなかなか関西の方で私に会いたいと思ってもね、なかなか会えないので、もし、お時間がございましたらですね、一緒に登っていきたいと思います。場所が11月の11日平日なんですけども、それで場所がですね、天然羅十門温泉大山寺なでしこの湯っていうのがあるんですけども、前日に私そこに泊まっています。それでそこの駐車場にですね、朝の9時に集合していただきたいと思います。でそこから、ここそれぞれですね、車で、六甲山の方に向かうことになります。六甲山はですね、片神村を世に出した楢崎光月さんがですね、平藤寺という謎の人物と出会った場所でもあります。とにかくいろんな不思議なことが隠されているような気もいたします。とにかく行ってみていろんなことを感じてみたいと思います。ぜひ興味のある方ご一緒に行きましょう。よろしくお願いします。